スポールとスポールとは、1930年代にソビート連邦のゴーズにおいて開発された一眼、レフカメラ。1936年に発売された。35mm フィルムを50枚まで撮影できる、専用カートリッジに移し替えて使用する一眼、レフカメラである。シャッター速度も最高1、500秒から最低1、25秒まで変えることが可能で。 二枚の金属板を使い、ミラーアップ時に先幕が閉じ、続いて、5幕が縦走行する、縦走りのフォーカルプレーンシャッターを備えていた。バイオネット式の交換レンズで、標準レンズ用の投資式ファインダーも備え、約1万6000台販売された。歴史的に、ゾルキやフェド、キエフなど、西側諸国の模倣品ばかりを生産していた、ソビエトのカメラ産業においては異色の存在で、 後継機種は開発されなかった。材質は板金でプレス成形の部品を組み合わせてできている。スポールトの特徴である縦走りシャッターは金属製の平板を上下に2枚動かすことによってシャッター動作をさせる方式で大きさを抑えるために金属平板の項膜をミラーボックスの底に潜り込ませるようにして格納する。シャッター速度は1、25、1、50。 1,100,1,200,1,500 1秒でシャッターのスリットは機械的に確定した状態で作動するので、他機種に比べシャッター表示が安定していると考えられる。レンズは交換可能だったが、マイナス11、3.5F イコール5センチメートルのみが確認されている。ありがとうございます。